ははいこんにちやすすで、えー、今日のヘッドラインは、ね、22年も999継続 S&P なす比較でね内容で送り届けたいなという,ふうに思ってます。えー、今日の収録日は、ね、12月29日なんですけども今日もマーケット動いてるんですけどもねあの、まあ、ちょっと年末なのでねこういったまあ来年に向けたための、ね、動画というのはちょっと多くやっていこうかなというのを思ってるというか私自身も今毎日毎日今来年どうしていこうかなというのを、ねえー、ずっと考えてていろいろ調査とかね資料も読んだりしながらそれを、ね、あの順次ね アウトトプットさせてていいただければなとううふうに思ってます今日も、ね、最後まで見ていただいていい動画と思っていただければ、ね、ぜひ、ね、チャンネル登録、いいねしていただければ嬉しいです。で今日の、ね、概要なんですけども、まあ、2021年は、ね、S&P がまあどうやらナスダックを、ね、アウトパフォームするということで非常に珍しい年になりそうだという感じになっています。これ2016年以来、ね、初となる受賞、えーまあ、らしいですね。 でまあ、あの2022年は、ね、EPS 成長で言えばナスダックの方ががの上です、今年で言えば、ね、S&P プラス45%とだいぶ成長したんですけども、来年はナスダックの方が EPS 成長はしていくということがもう今、予想はされてるんですけども、まあ、f l b の、ね、政策変更にやっぱ影響を受けやすいということ、まあ、昨日ねこう、EPS は PR の綱引きだよって話をしたんですけども。 まあ来年のパフォーマンス、その999か S&P か、ナスダックか S&P かって話をするのであれば、どんだけ FRB がね、高波になってくるかっていうところがキーポイントになってくるかなというふうに、ね、思ってます。まあ、最後ね、これ、所間パートになるんですけども、私の方針としては、やっぱ999をね、しっかりね、あのボトムでひこ拾っていくことが、まあ、すごくね、あの重要になっていく年だろうなというふうに思ってるんで、ちょっとね、その辺のあたりの話をさせていただければと思います。 では、ね、早速いきますあそうそうで、ね、投資社自己責任をお願いしますね、今日ねあのー、まあ比較的999ですねという話をしていくと思うんですけども、これ、私の意見なら、ね、ぜひほの方の YouTube、Twitter、ブログなども、ね、参考にしていただければと思います。 でまず、ね、過去のパフォーマンスなんですけれども、まず21年の、ね、パフォーマンスを見ていきます。えー、29日、ね、すでにマーケット、今、収録時点でスタートしてますけれども、28日の、ね、終値、ね、ベースでお話をさせていただきます。ちょっとね、小さくて見えづらいんですけども、えー、2021年は S&P がプラス29%、すごいですね、S&P 突っ込むだけで29%ってえげつない1年ですよね、本当にね。 ナスダックがプラス24%ということで、まああのー、s p が、ね、あのナスダックアウトパフォームであー、しかしどっち持っててもね、当たり年でしたねって感じですねで、えっと。ナスダック100がね、ナスダック百がなんと29.89ということで、実はナスダック100が、ね、一応ギリギリに一番パフォーマンス良かったんですよね。私もなんか今年、あのー ナスダックよりも S&P の方がいいって言われてて、でも私は、まあ、ずっとね、999入れてきたわけなんですけども、パフォーマンス、そんな悪くねえなと思ったんですけど、やっぱね、あのナスダック1 0 0年、いわゆる999のパフォーマンスは良かったみたいですね、結局ね。はい で、えっと、過去のパフォーマンスを見ると,、えー、っと、こんな感じになってまして、左から S&P、真ん中は Nasdaq で、ま、右、一番が Nasdaq100 のフューチャーを使ってます。ちょっとね、同じフ,ァーフォーマットで揃えられるのが Nasdaq100 のインデックスしかなかったんで、若干数字は違うんですけども、大体同じ数字になってます。これはちょっと拡大していこうかな。で、ま,あ、まだ今年の数字はねこう、これはちょっと反映が遅いんですけども。 S&P の、ね、過去を見ると、今年はかなり、ね、いい年になりまして、29%ということなんで、2013年以来の、ね、強い成長になっています、えー。去年は16%、ことしが28%で、2018年がマイナス6%、2017年が19で、2016年が9%って感じですよね。であの2010年、15年とか、ね、利上げしているときは11、11%マイナス0.7%ということなんで、まあ、来年は、ね、利上げをしていくということなんで、まあ あのー、2010年がテーパリング、2015年が利上げかってことを考えると、まあ、2015年と2022年ってねそう、マクロ的な状況が非常に近いので、やっぱ来年って、まあ、3%だったりとか5%だったりとか7、7%だったりとかね、まあ、少なくとも20のようなね、そういう感じにはならないだろうなというのは推測できますよね。 一方で、ナスダックなんですけれども、今年はね、あのー、アウトパフォーマンス、レッ劣後してますけれども、2016年もね、あの負けました、と、ま、いっても7.5ですけどもね、ただ、その他のパフォーマンスで見ると、やはり2020年、2019年とともにね、やっぱナスダックの方がアウトパフォーマンスしてますし、このね、魔の年と言われる2018年も、まあ、マイナス3.88%と、まあ、そんなにね、S&P に比べればダメージを負ってないんですよね。 で2017年がこれもすごく圧倒的な差がつきましたよね。まあ、まあこの前の2つの年も圧倒的差がついてるんですけども、17年がまあ10%近いで。2016年だけ唯一負けたんですけども、このテーパリングとか金利引き上げがある年でも13%、5%でね、比較的しっかりしたパフォーマンスを出していますで。注目すべきがね、ナスダック100ですよね。まあ今年もね、S&P にあの匹敵するほどのパフォーマンスなんですけども。 もちろん去年、おととしもね、47%、38%で素晴らしいパフォーマンスを出してるんですけども、えー、まあ、まの2018年もね、なんとマイナス1.18%、まあ、バランスシート縮小があった年ですら、マイナス1.18%と、まああの、過去の歴史を見れば非常に健闘はしているわけなんですよね。2017年はもちろんぶっ飛んだパフォーマンス出してますし、すごいですね、これ、よく考えたら、2017年から2018年除いて、 プラス30%、40%とか出し続けてるんですね、すごいですね。で、えーと、このねその、テーパリングだったりとか、あのバランス、金利引き上げがあった年もね、比較的16%、8%で、堅調、ね、したあのパフォーマンスを出してます。で、劣後したと言われてるこの2016年が一番悪いのかな、この時は S&P が10%、ナスダック100が ナスザコンポジットが7.5でナスザ100が6.02ということでこの時ちょっとあんまり私記憶ないですけどもねナスザガハムが調子悪かったんですかね、まあ、2015年というとね16年あたりというとね結構テックあたりの話題が不作な年でもあって、まあ、その辺も影響してるのかもしれないですね、はいまあ、そんな感じのパフォーマンスになってます でえー、と重要なのは、あとまた、ね、21年後半のパフォーマンスというところも非常に重要で、21年の後半を見ていくんですけれども、まあ、後半6か月ですね、s P が11.52。 ナスダックが8.63ということで、ナスダック、これ結構負けてるんですよね。やはり後半にかけてテーパリングとかテーパリング加速とかね、はたまたバランスシート縮小とか出てきたんで、やっぱそこで圧力が強かったのかなって印象を持ってますけども、なんとナスダック1は13.15%なんですよね。これもちょっと私、ほ意外と驚きだなと思ってて、SNSP よりも結構超えてたんですよね。まあ、結構この動画でね、しつこくきゅうきゅうきゅきゅきゅって言ってきて、まあ、ある意味、 ねあのー、指数のパフォーマンスでやっぱ一番高かったわけで、まあ、そこはまあ良かったかなとうう思ってるんですけども、まあ、ここが、ねまあ、やっぱ何を分けたかというとこれは少し所感ベースなんですけども、あのーえっと、まずですけども S&P は今年29%伸びたんですけどもそのほとんどのパフォーマンスが前半戦です。前半戦 1>, 1月から6月までは非常に伸びたと思います。ちょっとここにちょ書いてなかったけど、ちょっとごめんなさいね。調べてみるんですけども、それもやればよ,調べればよかったね。S&P100 の、あ、そっか、前半戦ちょっと出てないのか、前半戦のパーセンテージちょっと出すの忘れちゃったんですけども、 まあ前半戦の方がが非常にあのパフォーマンス優れたと思います、ンン・ビア。で、後半が少しねまあ減速したという感じだと思うんですよね。で、ナスダックはどちらかというと、後半の方がまがパフォーマンスが良かったと思います。前半ね、5月ぐらいまでプラス4%パーとか5%パーとか、その程度だったと思うんですよね。で、後半にかけてぐぐグ,グって伸びてきたのが、ナスダックコンポジットだからというふうに思います。で、ナスダック100も同様で、後半の方うがね上がりが結構良かったんじゃないかなというね印象を持っています。 はいでまあ、これは何が差を分けたのかなって話なんですけれども、まず S&P ていうのは、まあ、テック以外もシクリカルメーガルとかを多く持っているので、当然、リカバリーっていう意味合いが強かった前半戦に、まあ、大きく伸びましたで、後半戦はどちらかというと、テックが引っ張ってきたっていうのが S&P かなと思います、ナスダックコンポジットは結構、ガファ a ム以外にも、あのー、なんちいうのかな、ハイグロがすごい、めちゃくちゃ多いんですよね、ナスダックのマーケットっていうのは。 だから、今年は結構そ、まあ、その FRB とか、金融政策に結構左右された1年でもあって、まあ、とにかくハイグロ結構厳しかった年ではあったと思うんですよね。で、ナスダックにあかでは、そんだけハイグロもいっぱい多く持ってるので、まあ、それでもってね、結構、その前半戦もあと後半戦の最後の方ね、10月、12月とね、だいぶ苦戦した結果になったのかなというふうに思います。 だからその、ナスダックはガファムというよりかは結構、ハイグロ会しを引っ張ったんじゃないかなと思ってます。一方で、ナスダック100に関して言うと、かなりガファム、そしてエヌビディア、テスラの影響が強い指数です。えガファムとエヌビディア、テスラで、ね、ほぼ50%を占めちゃうので、え残りの50%がそのハイグロっていう部分なんですけど、残りの50%の中でもあの、アドベだったりとか、 えー、ネットフリックスとかねこういったところの影響がすごい強かったりするんでまあ賞味ねハイグロの影響で30%ぐらいしかないんですよだからそので今年はそのハイテクハイテクって言われててもハイグロの方がよりダメージを受けてガファムという観点で言うと PR がねそんな高くなかったっていうところもあるので g a f a ムは割と安定したんですよねパフォーマンスねうんっていうところもあってやはりスダック100はね最終的に勝ってったんじゃないかなというふうには思ってますで現時点でも フェイスブック、マイクロソフトの PR はそれぞれそんなに高すぎない、アップルは結構高すぎる、アップルとナスダーは結構高すぎる感じですよね。うんえー、PSR で言えば別にテスラもそんなに高すぎることないので、引き続き GAFAM、ね、n b d テスラっていうのはそこまでめちゃくちゃ高すぎないと思うので、ちゃんと成長力がついていけばね、うんあのー、このトレンドが、ね、そのまま来年も続いていくんだろうなという、ねえー、印象を私は持っています。 単純なな感というか感想になりました2022年の、ね、予想を見ていくんですけれどもあのこちらはですねも、まあ、ちょっとあんま再生されなかったんですけれども昨日の話と一昨日の話に非常に密接に関係しているというか私もまあこの辺のこう思考を考えてきてあの今日のねスダック S S P、にたどり着いているので、ぜひ、ね、こちらも合わせて見ていただければと思うんですけども、えこちらもね昨日も出したんですけども、えー、野村証券さんの週刊米国株式展望という、ね、資料から引用してます、でこちら、この名前でグーグル、検索すると、そのまま出てくるのでね、興味ある方はぜひねあの、フルレポート見てもらえればと思うんですけども。 えー来年の S&P の予想、まあ、ちょっとこれ順にいってきますね。S&P は今、PR が21.4です 21. で。これは歴史的にはすごく少し高めになってて、えー、5年平均の PR までマイナス12.7%というところがあるので、来年はね、あのー PR 的にはやっぱマイナス5%なり10%なりの下方圧力がかかっていくっていうのはまあ,あるんだろうと思います。えー、今年はね、PR は10%下落しました。ですけども、えー、EPS が、ね、45%も成長したことによって、まあ、30%近い、ねえー、高パフォーマンスを残すことができました。ただし、えー、来年の予測はもうプラス8.3%だったりとか、再来年も9.9%なので、ことしのようなパフォーマンスを得ることはほぼないと思います。よ、うんまあ、くてもマックス EPS 程度、だからよくてものあのプラス8%とか。 9ぐらい、まあ、アナリストの予想を超えてって15%とかなのかなという感じですかね、マックスで。うん、ただ、金、あのー、利引き上げ3回やるとか、ひょっとしたらバランスシート縮小の議論も入ってくる、まあ、来年、中華選挙もありますからね、それで PR の下方圧力がかかって、まあ、私は、まあうん、プラス7%パー、8%パーぐらいじゃないかなって、ね、個人的には予想をしてます。 個人的には予想してますけども、いずれ事実としては来年の、ね、EPS の成長っていうのは、今年と比べて、ね、大きく減速するんだよということが、ね、あの重要だと思うので、まあ、あ VOO とか S&P を持っていても、今年のようなパフォーマンスはおそらく得られないだろうという,ふうに予測が立ちます。一方で、ナスダックなんですけれども、ナスダックの PR は32.9ということで、えー、残り5年平均の、ね、PR まで、まあ、残り15.4%です。こ、えー、としは PR が19%も下落しました。 なんでこの辺がちょっとねあの、この両者のやっぱすごい違いですよね、っ、えー、と今年は S&P はマイナス10%下落したんですよ、だけどナスダックはマイナス19%も下落したんで、あの今年のナスダックの株価が悪い悪い悪いっていうのは、成長率自体はナスダックもそう、まあ、結構高かったはずなんですよね。 結構高かったはずなんですけれども、それ以上にやっぱり去年、おととに伸びすぎちゃったから、今年は成長に対してはやっぱり休憩の年というか、あの調整の年だったのは間違いないと思うんですよね。うん、まあその結果、あの5年平均 PR までもマイナス15%まで来ちゃったので、そのある意味、5年平均 PR っていう観点で言うと、もうその。 S&P とナスダックでいうと若干ナスダックのが分が悪い程度なんですよ、ナスダックのほが若干3%ぐらい、ね、平均より高い程度で、もうあの今年1年でナスダックというのはだいぶ S&P に比べれば圧縮しきったともいえます。 過方圧力がかかるかもしれないというところで、まあ、S&P に比べれば、ね、過方圧力は強いんだろうというふうに予測されるんですけれども、ただその点ね、EPS 予想が非常に高いですね、あの来年も15.3%、再来年も16.8%ということなので、まあ、単純にあの残り圧縮される PER と、えー、向こう2年間伸びる EPS を考えれば、当然これはね、ナスダックの方にね、まあ、軍配が上がるということになると思います。まあ、ち,ょっとちゃんんと計算してないんですけども、あのー 1.83×1.99×88%、1.15×1.16×85%、えーえー、をしたら当然、後者の方が数字大きくなるはずなので、まあ、直的に見たらね、やはりナスダックの方があのまあ、 いいいいんじゃないかなかとううふうに思ってますただ、この分析においていや一個圧倒的に抜けてるのは結局、今年の EPS どんだけ伸びたかっていうのは私の手元にデータがないんですよね。年その S&P が大きくアウトパフォームしたのは当然45%伸びたからっていう時代は当然あると思うんですけどもじゃあ、年ねナスダックどんだけ伸びたかっていうのはちょっと、ね、今、と今ねとね、今数字を持ち合わせてないのでここがクリアにならないとちょっと、ねあのまあ、来年も何ちろかなその まあこう思っている通りにいけるかどうかっていうところに少し、ね、あのデータの不足があるかもしれないっていうのがね、この今年の EPS。というわけで、あの実は私、ナスダック系の EPS っていうのは非常に探してるんですよね。の 来年再来年の EPS の予想だったりとか、あのー、今年がどうだったかというのは、そこ探してるんですが、ちょっとなかなか見つからなくて、もし、ね、この動画を見てくださっている方で、ナスダック系の EPS の予想ってここにありますよということが、ね、もし、ね、ご存知の方がいれば、ね、教えていただけたら非常に嬉しいです。でちなみに、この野村証券さんはあの、リフィニティブっていうところからデータを集めてます。で来年の EPS 予想のアナリストの予想を、ね、こう集計して、 ああのまあ、レポート出しているところであの、大きいところはファクトセットとこのリフィニティブになります。でファクトセットはね毎週、レポートを書いてくれて、詳細にデータ出してくれるので、私もよく使うんですけれども、リフィニティブはどうやらねあのナスダックのデータに関してはちょっと課金っぽいんですよね。だから、まあちょっとさすがにそこまでするのもどうかなというふうふに思ってるんで、もしなんかねどっかにナスダック系の EPS のデータが、ね、あるっていうのを知っている方がいらっしゃいましたら、ね、あのそのコメント欄にねいただけると非常に嬉しいです。というわけで、ね、最後、ちょっと所感いきますね。えー、とまあ すごひと言で言うと FRB の政策はハ、ね、まあ金利引き上げ3回程度であれば、まあ、999一択かなという,ふうに思っています、えー、2010年、15年も、ねあのー、APS の成長が高いのでやはり、あのー、999というか、ナスだと100のほうが S&P よりも、ね、アウトパフォームしたので、ハと派であれば、まあ、999一択だなと思っています。ただ どんだけ高によるかっていうのは現時点で予測不可能ではあるので今この2021年末でもって999を買うべき21年も22年も999だっていうまで言い切るのは少し難しいかなというふうにはね思ってますあのおととの動画でもやったんですけどやっぱバランスシート縮小までね言及されるとやはり999はすごい辛い局面になってくるのであの可能であればねバランスシート縮小というところを言及した後に買いたいなとは思ってるんですけども ただ、今のところ2023年末ぐらいじゃないかっていううに言われてるんでね、ねちょっとなかなか難しい状況になってきますよね。うん まあなので、まあ、1月3月の、ね、FOMC の予想を見つつ、999に積みます感じがいいかなと、私は個人的には思ってます。し、ま、ょ、あ、っぱらかね、1月5日の、えー、FOMC 議事録だったりとか、1月23、24かな、そこの FOMC だったりとか、あとね、やっぱ3月16日の FOMC がね、少し大きめの FOMC になるかなと思ってます。3月16日はも、ね、もちろんん利上げの予想とかも入ってくるんで で毎年、ね、2月、3月っていうのは結構荒れやすい時期でもあるので、まあ、この辺で、ね、FOMC だったりとか FLB の様子を見つつ究極、まあ、に積み,か積み増す感じが良さそうかなと思ってますであの、まあ、普通の FOMC だったら、まあ、積み増していけ,いけばいいかなと思ってるんですけども、まあ、バランスシート縮小の減給具合ですよね、まあ、それが結局あの1月、2月、3月にかけて あのーまあ、どんだけ織り込んでいくのか、どんだけ言及されてるかっていうところで、あのー、やっぱ決めていくべきかなというふうには思ってます、まあ、なんで、この1月、3月にかけるね、FMC とか FRB の政策の話で、結構、金融引き締めが早いなみたいな、2022年中にね、バランスシート縮小があるなとか思ったら、やはりちょっと、救急救はしんどい。 あの感じになるんじゃないかなというふうに、ね、思っているので、まあ、ちょっとそれのねの FMC とか FRB の発言を気にしながら、まあ、おそらく3月にかけて一旦こうへこむと思うので、まあ、そこでしっかりね FRB とかがそんな高派じゃない前提で、まあ、しっかりあのこう買い増していくのがいいんじゃないかなって個人的には思ってます。はい まあ、長期的には、ね、金融引き締めがピークを迎えて、ね、あの PR が下がりきればもうチャンスだと思ってます、正直な話。うん、あの結局、2018年も、ね、あのバランスシード縮小してきますというところでガン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 買い込んでいれば19年、20年、21年と、ね、一番いいパフォーマンスを得られたので、まあ、結局、金融引き締めがピーク。 PR がもう下がりきればっていうところがやっぱりチャンスだと思うので、まあ、そこもハイグロも同様でね、あのー、そのタイミングで、ね、ハイグロをやっていくのがいいだろうなと思ってるんですけども、まあ、ハイグロもね、999に結構組み込まれてはいるので、まあ、999を持っていればね、あの基本的にまあそこのチャンスを狙えるかなというふうには思ってはいます。うん、まあすごくシンプルに、あのなんていうのかな、まあ、私的には毎月コンスタントに買っていくというよりも、シンプルにこう、なんていうのかな。 売り込まれたとき、まあ、10月だったりとか12月だったりとか、で来年で言えばおそらく2月、3月に売り込まれると思います。売り込まれたときに、まあ、FOMC とかの、まあ、消費者物価指数とか FOMC のイベント、そしてビ i クス、これを注意しながらその前後で3回か4回ぐらいに小分けで、ね、買っていく感じが一番いいんだろうなというふうふには思っています。 FOMC の当時、3月の時点になってみられないと、正確なことは言えないんですけれども、おそらくバランスシートの議論が少し出たぐらいだったら、むしろいい感じに売り込まれて、いいタイミングのね、どん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 このバランスシート縮小とか金融引き締めがいい感じに織り込まれていけば、下落はまあチャンスになっていくかなというふうには思っているので、まあ、シンプルに。 あのあ売り込まれたなっていう時にあの買いますっていう感じの姿勢で一番、まあ、パフォーマンス出るんじゃないかなという風にね思ってます。うん、あの10月12月を振り返ってみても10月はねあのシンプルに売り込まれた時にちょんちょんちょんって買っていけばそこのボトムから上までね5%から7%いきましたし今回の調整でも。 下からボトムまでプラス3%パー、4%パーぐらいいったのでね、やはりあのお,お金を、まあ、どこで入れるかって話で、まあ、私はやっぱりしっかりボトムに入れていく方が、こ、まあ、今年なんかボトムに入れていったら結構、金増えたなっていう感じはするんですよね、まあ、あの結局こう、私も追加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 で入れていって、私の証券講座では、の今年の、ね、パフォーマンス、何パーセントというのは、よく分かんないんですけども。 結果の方が結構増えたなという印象はあるので、やっぱりしっかり、ね、あのそこで入れていくのがまあ重要なんじゃないかなと、ね、私自身はえ思ってます。はい、なので、まあ、12月上旬に FOMC 前後で、ね、荒れた相場がありましたけども、まあそこの調整を最後に、あのー、1月、2月というのは基本的には追加はしていかない方針です、まあ、個別は別としてね個別は全く別の考え方でやってるんであれですけども、もインデックスという意味では、今結構、そのまあ、 その給料とかが増えてくるとね、まあ、キャッシュが貯まっていくんですけどもキャッシュは私は今2月中旬、下旬あたりに突っ込むのがいいかなという,ふうに思ってますでその時に FMC とか FRB の、ねあのー、スタンスを見ながら999にどかって入れられるかそれとも999と v t i にバランスよく入れていくかというのはその辺で決めようかなと思うんですけども、まあ、結構前向きな姿勢で言えば可能な限り9 9 9あに突っ込んでいきたいなというふうに、ね、個人的には考えてます。はい っていうのがね、まあ、私の所感でした。引き続き、ね、こちらねあのサポート用の,のサポートのあり方もねねちょっと、ね、来年変えようかなというふうに思ってるんでねまたちょっとね今後も引き続き、ね、サポートいただければ嬉しいんですけども、えーね、あの投げ銭をいただかなくてもね今日の動画良かったと思っていただければねぜひねチャンネル登録、いいねでね応援していただけると嬉しいです。というわけでね今日は2022年も999継続 S&P なす比較てね内容でお届けしました。えー、21年は S&P がアウトパフォームする。えー、22年はね e p 成長はなすだけ上なんですけどもまあバランスシート縮小とかね FRB の影響 次第ですねまあ所感としては、や救急救急をり拾ることが重要かなという,ふうに思っています。ではね、ね引き続きねあの年末にかけてねこういうい来年に向けた準備動画いっぱいやっていこうと思うので、ね、ぜひ、ね、次の動画で、ね、もう見ていただければと思います。ではね、ねまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。